お前らしっかり確認してやることな。思ったか。先生、はい、なんか今日持ってこないといけない書類ちょっと忘れてしまう。お前、あなたさ、どんだけ忘れてるんですか。だからあなたが担任してる産休に回れるんじゃないんですか。担任であるあなたがしっかりしてないと生徒たちもそれついてきませんよ。ね、すいませんで済む話だったらいいですけど、いつもあなたはごめんで済むなら牽制なんて生徒に言ってますけれども、説得力ないですよ。行ってください、気をつけてください。おしっかりやることを確認して。先生、いいですか。すいません。あ、どうしました。はい、今日提出のプリント終わってなくて。はいはいはい、あれですね、なごみ先生にあの僕が昨日の夜言ったやつですね。そうです。あ、はいはい、まあまあまあ、まあまあ、人間たちもミスはありますから、あの、まあ、そのミスした後っていうのは、まあ、まあでもね、結局はミスしたことは、まあ、ダメというか、まあ、良くないことですよね。まあ、今度、まあ、ご飯、ディナー、行きたいなと。二人でいいですよ。四人とかじゃなくて二人で。あなたと二人で行きたいと思ってるんですけど、まあ、それに、まあ、行ってくれるなら、許します。はい、どうですか？行けたら行きます。はい。それ絶対こうやってやん！